やっていきますね。はい。髪の毛もうちょっと長くなかったですっけ？長かったです。ですよね。はい、なんかあれだね。はい、切ったんですよ。なんか切りましたね。はい。はい、ワンレングスにしようと思ったんですよ。ほう。持ってたんですけど、はい、前髪をパッツンにしたくなっちゃって、はい、あ、はいはいはい、でそのパッツンにした時にちょっと、はい、もうちょっとこう可愛らしい前下がりにしようと思って、はい、切ってるうちに、はい、やめとき分かんなくなっちゃってすごい短くなっちゃったんですよ。おかんぱみたいになりましたもんね。前だいぶ結んでましたもんね、はい、肩以上あるぐらい長かったですよね。もう今おかっぱです。はい、ずいぶん短くしましたね。はい、どうですか、もう満足ですか？はい、満足です。あ、よかったです。本人が気に入るのがね、そうですね、一番ですよね。髪の毛ずっと長かったんですよ。はいはいはい、その多分最初お会いした時の肩の位置より、はいはいはい、倍ぐらいあることが、はい、今まで3回ぐらいそこまで伸ばして、すごい。根性ありますね。根性なのか、多分床屋嫌いなのか。床屋嫌い。床屋って言いませんよね、あんまり。いや、そうですね。毛先とか金髪だし痛みますよね。そうです ね。結構気が向いた時にも切ってて、はい、ちょこちょこと。はい、いろいろでも器用ですね。割と自分で絵描く。あ、やらないか。いや、まあまあいいですね。あ、いいよ。なんかそういう、いろいろ利用したみたいな感じ。なんか、手動かすのが好きなことってことですもんね、全体的に。もしかしたらそうかもしれないです、確かに。結構無自覚、無意識なんですけど、結構使ってる気がしますね。ね、多分こう自分の中でイメージがあって、はい、もう、あ、俺がやっちゃった方が早いみたいなのもあるんですかね。どうですかね、そこまで自信持って言えないですよ。そうですね。でもやっぱなんか、はい、そこを欲しいものだったり、例えば音楽も聴きたい曲とかってやっぱあるにしても、はい、こう例えばあの曲のこの部分すごいいいし、はいはい、あの曲のこの部分すごいいいし、はい、でもこれが一緒になってるものはこの世にはないしと思ったらもう作るしかないじゃないですか。だからなんだろう、結局こう自分の欲しいものあったらいいなって思うものを作ってるというか、はい、もう素晴らしいですね。まあ原点そこですよね、多分やっぱ自分がいいと思うものを作りたいっていうことですもんね。そうですね、なんかなんとなくでいいんですよ。なんとなくこう、あ、今これがいいなって思ってる人いっぱいいるけど俺もいいなって思うんだよな、はい、みたいなと思ったら、なんかそういうものをこうもっと作ってみたりしてもいいと思うし、曲が作れるってすごいですよね。楽しいですよ。いいですね。私は曲はもう全然センスがない。何かやられてたんですか？私もなんかものづくりって好きで、はい、洋服作ったりとか、アクセサリー作ったりとか、はい、絵描いたりとかは、はい、なんか詩描いたりとかしましたけど、はい、音楽にするっていうのはもう全然点で才能がない。あ、そうですね。全然思い浮かばない。だから作れる人すごいなと思ってます。なんかあれですよ、考えなくていいんですよ、多分。なんか降りてくるとか言いますよね。降りてくる、そうですね、降りてきますね。降りてくるタイミング選べないですけど。やっぱいっぱい聴いてますか、普段から曲を。そうですね、もう僕なんか結構好きになったらそればっかりになるタイプなんで、はい、あんまり幅広くないかもしれないですけど。はい、はい、一度肘曲げます、はい、楽にして、はい、大丈夫ですか、はい、あ、こっちの方が楽そうですね。そうですね、はい、やっぱ左利きだから左の方が前に出るんですね。
はいですよ。痛いですかね。痛いっすね。ああ、よくありました。大丈夫ですか？はい、はい、痛いですね。ちょっと痛いですね。痛いですね。多分頭痛い。痛いですね。痛いと思うんですよ。ゴリゴリしてます。痛くないですか？はい、大丈夫です。ちょっとギリギリな感じですかね。ギリですね。そうですね。ちょっとここ痛いですよね。あげますね。今どうですか？ちょっと楽です。はい。こっちも痛いですよね、はい、だいぶ痛いですよね。すみません。ちょっとやっぱり上がりにくいというかですね、右よりも左の方が可動域も若干引っかかり感というか狭いですね。少し昔肩怪我したんですよ、うん、ああ。ですね。なるほど。野球されてる時。そうです。あ、投げすぎてですか？多分そうですね。投げすぎとか、もしかして姿勢が良くなかったとかもあると思うんですけど。うん、これ痛くないですか？はい、大丈夫です。はい、痛いと思うんですけど、はいはい、大丈夫ですか？聞いてます。